はい、ブライトリバーの松本です。今日紹介するのは、パーセプション社のサウンド 9.5。 このカヤックが優れてるんですよ。何が優れてるかって言ったら、まず1点、ほら、17キロ、片手でも出るんですよ。この幅の広い形状が安定性を生んでましてね、全長が3メーターないんです。3メーターないカヤックっていうのは、どうしてもこう釣りをしていて、こうするたんびに前後がこう振るんですよ、とか釣りをしているときにお尻がずっと流れていっちゃうんですね。それがこの部分、わかりますか？強烈なこうキールが入ってますよね、3つの。これで横ブレを抑えるんですね。ですので14キロしかない、3メートルもないカヤックなのに快適に釣りができる。さらにこいつが素晴らしいのは、ここへこんでますよね。ここにこうパドルを置いてこう固定しておける。これでゆっくり休むときにね、パドルを置いておけるんです。そしてここにタックルボックスを置ける。まあここも小物を置けるんですね。シットインのカヤックっていうのは、従来やっぱりこう物を置く場所はなかったんですけど、このサウンド 9.5 はこういうふうに工夫されて進化されたんですね。でここにネジ穴がついてるんですよ。まあ最近のパーセプション全部そうなんですけど、こういうパーツ、こういうオプションパーツがあるんですね。でこれをここに挿しちゃう。でここにつけることによって、ここにいろいろとカメラスタンドであるとか、ロッドホルダーであるとかつけれるようになってるんです。従来はまあこの辺に穴開けたりネジを締めたりしてやってたのが、もうこれだけでいけちゃう。まあこれも別売りで、ブライトリバーで売ってますので、買っていただくといきなり偽装で発展できるということですね。そして、まあ必要にして十分のシートなんですけども、ここ膝が当たる部分なんですけど、ちゃんとこう保護パッドがついてる。これ初期型はついてなかったんですけど、ここ数年のものはこうやってちゃんと保護できるようになっている。まあ運ぶ時にもここが肩に食い込まずに痛くないっていうことで、非常に良心を感じる作りですね。でここリアラゲッジ、もうここが素晴らしいんですよね。まあ従来のシットインってことであれば、まあ中に入れるしかなかったんですけども、もうここにポーンと、まあクーラーボックスを置くのもいいし、タックルボックスを置くのもいいしというふうな構造になってるんです。でまあここにスカッパーホールっていって、水が入ってきたら抜ける穴があるんですね。まあここも埋めておけば、下から水が入ってくることもあるので、それはお好みで埋めてもいいし、埋めるっていうのはそれ用のキャップが売ってますんでね、それをつけるかつけないかは、まあ場合によりけりということです。でこの取っ手ですね、まあこれ2人で運ぶときに重要になってくるんですけど、ボディに食い込まれてて、まず壊れないんですよ。紐式のものは、まあ使ってるうちに紐が切れたりするんですけど、でこれと今度はフロントに、これですね、ここが、これ紐式であると釣りしてたらルアーがね引っかかっちゃうんですよ、この紐があれば。そうなれば、例えば湖の真ん中でルアーを外そうとしても届かない、そういうことになるので、この取っ手っていうのは非常に理にかなってるんですね。 9.5 は出来すぎで、もうシットインのフィッシングカヤックもここまで来たかなっていう完成度です。ちなみにこのカラーっていうのがモスカモっていうカラーですね。今一番おすすめできるカヤックがパーセプションのサウンド 9.5 です。ぜひご検討ください。よろしくお願いします。